未来が1年であそこまで成長するのにはきっと何か原因があるはずなんです。ああ、だが調べても何の病変も見られない。まるで16年という時間をちゃんと過ごしてきた健康な体そのものだ。どういうことなんですか？我々の理解を超えているのだ。ただ一つ言えることは、現在は完全に彼女の時間は普通に戻っている。現時点は細胞の変化は普通の人間レベルだ。急激に年を取っているというようなことはない。一時的に早送りでもされたということでしょうか？急速成長の際、自宅のコンピューターや書籍から15年間で学ぶべき知識を一気に頭に入れているようだな。まったく驚きだよ。細胞レベルで見て現在の彼女の身体年齢は16歳。そこで彼女の成長は止まった。人として身体能力のピークともいえる年齢、何かそこに意味があるのでしょうか？わからん。どちらにしろ今我々にできることは見守っていくことだけだ。何より彼女は非常にいい子だ。そうですね。テル君、疲れているのかね？少し老けたように見えるが。そうですか。別に変わりはありませんよ。アステロイドビームによる地表形成、予定通り進行しています。地形輪郭にわずかな誤差が生じていますが、どうしますか？問題ありません。このまま照射を続けてください。ちょっと待ってください。あれは何でしょうか？メインスクリーンに映します。これは生き物？全長2キロの生命体反応。一体なんだこれは？ワームと同じ汚染された地球が生み出した新しい生命なのでしょうか？でも何かが違う感じがする。次元獣アニマス。次元の狭間に生息する神の獣。なぜそれが地球に？アーシェム様が召喚された羽のアニマスに共鳴して現れたのでしょうか？それは考えにくいですね。アニマスは本来他との接近を嫌います。何より異空と現世を結ぶワームホールがなぜこの地球上で開いたのか。アーシェム様のように更新の力を得た者が他にもいるのでは？危険はないのですか？呼び出した者の意志によります。アニマスは大きな力を持ちながらも本能で動き、自我を持たない。その行動は召喚者の意志に強く影響を受ける。一体誰の意志によって呼び出されたものなのか。今のところ攻撃性は感じられないようです。隊長、今回の任務の場所ですけど、なんか不気味ですね。なんだ、暗いのが怖いのか、アサミ。冗談、どうってことないですよ。脳筋の未来が怖がるイメージはないっすね。うん、それなんですか。これでも学校での成績上位 3% なんですけど。考える筋肉すげえ。後ろから撃ちますよ。いいか、亀裂最深部で反応している正気発生源をパージする。正気発生源は半生命化していて反撃してくる可能性があるぞ。気をつけろ。わかりました、隊長。
ロードバランサーパラメーターサイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。未来出撃します。かなり深いね。やっぱ暗いのが怖いみたい。違うし。それより隊長、そろそろファーストチームに推薦してくれるって話忘れてませんよね。ファースト戦闘ログのクラスだろ。そんなの気もする。どうかしてるよ。ガチの戦闘とか怖くないのかよ。パパだってローグで戦ってたんだ。私も戦ってみたい。戦いはお前が考えているような華やかな舞台ではない。その件は考えておくが、今はミッションに集中だ。デフュージョンブラスター。まだだ。僕に反応が残っている。対処に向かうぞ。了解。見つけた。一体か。ならここは俺が。待たず、後ろだ。え？やばい、捕まった。うわ！先輩。まずいぞ。壁の向こうに吹っ飛んでいっちまった。別の空洞に繋がっていたか。俺、助けに行きます。うわ、また出た。新たにクラーケン型3体だと。待てず、無理に動くのは危険だ。先にこいつらを片付けるぞ。了解。艦長、未確認生命体は地表面に移動しました。追尾しますか。いえ、雨の村雲はアステロイドビーム照射中です。ここで動けば地球の補修が大きく遅れます。対処はオルテガマザーベースに任せましょう。未確認生命体、地表面に移動しました。どこに向かっているのですか。意識を与えているものに近づこうとしている。それは誰のことです。わかりません。大変だよ。あれの移動線上にはこの基地がある。このままじゃ
衝突しちまうね。に戻らないと。ちょっと頑張ってよ。ヒーリングチェンバー起動。駆動可能までの所要予定時間4時間37分。4時間？でもこれでなんとか帰れるかな、はあ、完全に遭難しちゃったか。誰かがいる？これは？何？敵の新型？お願い、動いて！テラーしか。待って、あなたはドラクター、いえシドルの人。近づけば撃つ。待ってよ、もう戦いは終わったでしょ。銃を下ろして。戦いが終わっただと。そうだよ。まさかその感じだと、この洞窟にこもってて外の世界で何が起こっているか感知していなかったとか。それともあなたは未だに和解したのにもかかわらず無益な戦いを繰り返すドラクター残党ってやつの方？前者だ。そうか、よかった。じゃあここを出るために協力しない？そっちのは動くみたいだし。大丈夫か？これは地震じゃないよね。何が近づいている？私を導くというのか。今何と言った？呼ぶ？何を呼ぶというのだ？でっけえ怪獣が現れたって？ヤマトはちょっと手が離せなくてね。代わりにクゼを呼んどいたよ。怪獣相手に即席チームで大丈夫かよ。大丈夫にするのがあんたの仕事だろ。ほら気合い入れな。やるしかねえか。出撃よ。
今回は重装甲であのカブトモンスターの当たりに耐えられそうな機体に出てもらいます。武蔵クロスゼノンとマキシマスブレイズタイタンですね。武蔵クロスは宇宙用じゃなかったのか。武蔵クロスをさらに改良して万能型にしたのが今回のゼノンカスタムなんだ。同様に地上用にパワーをさらに引き上げたマキシマスブレイズタイタンもなかなかいけるよ。そもそもヤマトは何してる？なんで俺があいつのピンチヒッターなんだ？ヤマトさんは新規開発チームに呼ばれてそっちに協力しているそうです。新規開発チームだと？細かいことは俺も知らないんです。英雄さんはパイロットよりもさらに上のご身分になられたってか。武蔵クロスゼノン出ますよ。武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサー、パラメーターサイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。小山小次郎、出撃します。程度じゃビクともしない。どうするんだ。どうしますか、アーシムさん。あれはローグでは止められない。ではヤマトに止めてもらいます。ヤマト、一大事か。新規開発チームに合流していたはず。それってまさか。ヤマトさん、アニマスカブと接近中です。本来新規開発チームはゴッドハンマーを再構築して地球復興に利用するのが目的。それが戦うことになる。ハンマーって私たちからしたらまだ敵のイメージですよね。最悪の敵は最強の友にもなるってな。キタラさん、デュークさん、行くぜ。ゴッドハンマー2始動、同時にジャイアントスタンス。
そらくあいつにはそういうのは聞かねえ。腕っぷしで抑え込むぜ。外交バリアオン。出力を脚部に集中しオーバーロードさせる。 200% パワーまでは出せるはずだ。わかりました。脚部駆動出力オーバーロードチャージ最大 200%。 よっしゃ来いやデカブツ。集中させて確実にダメージを与えるってことですね。やりましょう。今はそれしかない。了解だ。どうも狙ってる。もう死んだらあんたを攻撃しろ。ゴッドハンマーに当たってるぞ。ちゃんと食らえ。おい何やってんだ。わざとやってねえぞ。ユーティングルグニル。以上負荷をかけ続けるのは危険です。でかい図体の割に根性ねえな。小次郎悪いが一旦離れる。俺が戻るまで時間を稼いでくれ。何をするつもりなんですか。ド派手なやつかますんだよ。いいかやられんじゃねえぞ。それまでにあいつを倒しちゃうかもしれませんよ。上等だ。今ならローグの攻撃も効かずだ。頼んだぜ。了解です。やれんのか。本当にやれんのかよ。やるしかないだろ。腹を切れろ。俺たちが負ければ基地に衝突してしまう。それだけは絶対にさせない。なあもうやれやいいんだろ。ましたが、しぶといですね。おいヤマト、まだか。こっちそろそろやべえぞ。よーし、待たせたな、お前ら。こちら。こいつは背中の部分は硬い装甲に覆われているが、下の部分は弱そうだ。ゴッドハンマーで腹を露出させる。そこにクロスベーンブラスターとターゲットミサイルオメガをぶち込め。ヤマトさん、そんなことができるんですか、この状況で。信じようぜ、小次郎。トドミチ、俺たちにできることはそれくらいしかねえしな。ヤマトならなんとかしてくれる気もするし、一丁やってみましょうか。どうするんですか。重量差を考えてもアニマスカブトを抱え上げるのは不可能です。考えがある。こちらはクロスセーンブラスターでゴッドハンマーの足元の地盤を破壊してくれ。そんなことしたらゴッドハンマーはバランスを崩して。いや大丈夫だ、とにかくやれ。わかりました。クロスセーンブラスターシーケンス開始。クロスセーンブラスター発射。タネさん行くぜ。ゴッドハンマーフロントレッグ出力全開。カブト野郎を持ち上げる。フロントレッグ出力全開、ハイパーブースター起動。ゴッドハンマーバックドロップだ。今だ！腹を撃ち抜け！ターゲットミサイルオメガ発射！
倒したのか。一体何だったんですか。予定通りアニマスの出現が始まったようだ。地球人たちの地球復興計画は特異点のゲートを刺激しアニマスを発生させることになる。アニマスは文明を食い自然を生む。お前の望み通りにことは進んでいるようだな。まさにこれこそが星のリセット。全ては協力者であるあなた方のおかげだ。彼らは母なる星に封印されたパンドラの箱を開けてしまったようだね。開けさせたというのが正しい表現かしら。角のアニマスはカムーの兵を動かしていた力。彼らは見つけるべきではないものを見つけてしまった。かつてカムーはアニマスの力を利用しながら完全には制御しきれずに暴走させた。カムーは増殖したアニマスを抑えきれずに滅んだのだからね。エルゼドはアニマスに食い荒らされる地球を見捨てて宇宙に移住した。見捨てたのではないわ。カムーを戦略的に処理したと言うべきでしょう。で、今回も見捨てちゃう？それではつまらないだろう、イブ。我々もお楽しみに加えてもらわないとね。でもエフィンドア様は地球の生命体に究極進化の可能性を感じておいでよ。また怒られない？我々を超える究極進化などありえないよ、イブ。そんな生命が本当にいるのならアニマスくらい跳ねのけてくれるのではないかな。それもそうね。かつて人を地上から消し去った滅びの説が繰り返される。アニマスアルマゲドンの始まりだ。二つの星の民が手を取り合って暮らせる世界ができるのですね。サーザンとは見てくれているでしょうか。はい、兄サーザンともアーシェム様のなされたことを喜んでいると思います。ただ気がかりが。エルゼドのことですね。はい。冥王星中域で抑え込んだとはいえ体制を整えてこの星にやってくることは間違いないでしょう。その前にこの星が一つとなり対抗手段を見出さねばなりません。アーシェム様、司令部にお越しください。何があったのですか。大変なことになりました。正体不明の大きな反応を雨の村雲が捉えたとの報告が。詳細はこれより確認します。まさかエルゼドがすでに。雨の村雲から入電、映像が送られてきます。これはものすごい数です。まさかこれは先のカブト型生命体の仲間でしょうか。そう考えられますね。反応が極めて似ています。アニマス、宇宙に存在する高次元の生命体。たとえ地球表面を刺激したとしても本来は別次元の存在。
影響はないはず。なぜ地球復興の施策が地中で隠れ眠っていたアニマスを目覚めさせてしまったということでしょうか。エルゼドの仕業だとは考えられませんか。もしそうならエルゼドは地球のアニマスを故意に刺激し地球を自滅させようとしている可能性があります。エルゼドの反応を探してください。わかりました。アーシェム、エルゼドとは。銀河帝国エルゼド、私たちが知る限り宇宙最大の星間国家です。その本体がどれだけ大きなものなのかも見当がつきません。エルゼドは不要な星は滅ぼし、有益な星は支配下に置いてきました。シドルも滅ぼされ逃げるようにこの星にやってきました。あなた方にはシドルの滅亡は天変地異によるものとお伝えしていましたが、実はエルゼドの侵略が原因だったのです。それほどの重要事項をこれまでなぜ隠してきたのです。そうですよ、二つの星が一つになろうとしている大事な時なのに。ひとときでも二つの星の者たちに戦いを忘れさせてあげたかったのです。時が来れば話すつもりでした。エルゼドの存在を知ればこの星はまた戦うために変わらなければならなくなる。ひとときでも穏やかに暮らす時間を与えたかった。今はうちは揉めの時じゃないよ。この状況の対策を考えようじゃないか。大軍の動きが止まりました。もしこの反応が全てアニマスだとした場合、それが覚醒し同時に襲ってくればこの星はひとたまりもないだろう。万が一アニマスを倒す手段があったとしても、この星のアニマスは星の地盤を形成する要素だ。アニマスを滅ぼせば地球は星としての生命を失う。一体どうすれば。アニマスたちをなだめ共存するしかない。だが妙だ、この動き何者かによって指揮されているようにも見える。まさかエルゼドはアニマスを呼び覚ましただけでなく操っているというのか。感じます、エルゼドのアダム。私たちシドルを滅ぼしたエルゼドの最高司令官。地底に仕掛けたアニマスの誘引音波は正常に作用しているようです。ご命令があればいつでも地球のリセットは可能にございます。あらそう、じゃあその時が来たらよろしくね。は、ご意志のままに。あれ、まさか地球へ。ああ、最後の仕上げは自分でやりたくって。もう十分じゃないかな。アニマスを刺激し地球をかき乱して、さらに禁止されている直接介入までやるつもり。さすがに寛大なエフィンロア様も黙っていないと思うけど。エフィンロア様は我々に真実を隠しておられる。私は知りたいんだ、ファーザーメドスの求めておられる究極死とは何なのか。命に背けば私たちは最高司令官アダムとイブとしての任務を解かれる。節制艦ナンバー6117と7543に戻るということよ。久しぶりに興味が湧いたのだ。つまらない日々を憂鬱に暮らしていた私が。司令官としての任を忘れるほどにってこと。君には理解できるか。あの戦士が見せた自分を犠牲にしても他を生かすという選択。それにシドルもテラーシと関わり
エルゼドを退けるほどの力を得た。何が言いたいの？彼らは卵なのではないか。卵？殻の中に隠れているのだよ、本当の姿。エルゼドが求める究極種の可能性、滅びゆく宇宙を救う最後の神。命令には背くけど、エルゼドの意志を尊重する。矛盾した行動ではなくて、目的が一致しているだけだよ。手ぬるいエフィンロア様に代わり、私が結果を示す。だがもはやエルゼドのためではない。私はただ知りたいのだ、宇宙で何が起こっているのか。ご指示通り、ウィアドレンはテラー氏の主力機体を基礎フレームとしてビルドしてありますが、この形では稼働効率が良くありません。本当にこのようなもので出られるのですか？相手が剣を持っているのなら、あくまでも剣で戦う、それが礼儀というものではないか。はあ、そうですね。この機体の名称は武蔵、地球の男の捕獲時に記憶から読み取った名だ。武蔵ですか？武蔵はいや、そう名付けるとしよう。この機体が我々と地球をつなぎ、地球という星の真理を知る手がかりとなる。わかりました。その名で登録しておきます。お気をつけて。ああ。エルゼドの意志を語ろう。我らエルゼドは再び母なる星を所有する。その前に汚れた聖地を浄化するため、星をリセットさせてもらう。かつてカムーを滅ぼしたアニマス・アルマゲドンによって地球は終焉を迎え、再び無垢なる星として再生するのだ。我らの方針に異議を唱えるというのならば、全力で抗議してみせよう。地球に生きる者たちよ、我は貴様らの進化を問う。圏外から高エネルギーのビーム攻撃が地表に着弾しました。やはりエルゼドの狙いはアニマスコア。さらにエルゼドの大軍が降下を開始しました。まもなく地表に到達します。至急ローグ部隊に出撃要請を。になります。ああ、正念場ってやつだな。やばい敵だってのは分かっているが、俺は諦めねえぜ。そいつらを撃退してこそこの地球は一つになるのかもしれねえしな。
なんて数だ。本気で地球を潰そうっていうのか。こりゃドラクターよりも厄介だぜ。落ち着いていきましょう。あれがシドルを滅ぼしたエルゼドだ。この地球にとっても正念場だぞ。お前たち若手は俺が面倒を見る。離れるなよ。ラジャー、だけど未来がいませんよ。あいつまた勝手な行動を。いや、未来は後続部隊に任せてある。合流したらしっかり援護する。隊長が援護とか何様ですか。さあ行くぜ。全員死んでも死ぬなよ。武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサー、パラメータサイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲートオープン。一大事ヤマト、出撃する。お前、戦いたいのか。わかった。私に生きる目的などない。戦う以外にはな。共に戦おう。見たことねえやつだな。とりあえずは味方と見るべきですかね。謎の味方ってことかよ。面白え。ミッションスタート。なんだ？あのでかいの、全然降りてこねえじゃねえか。鏡の剣ぶつかえよ、ふざけやがって。敵を蹴散らしてあいつを引っ張り出させればいいんですよ。なら、なら派手に暴れてやるか。一体が強力な上に無限に湧いて出てきやがる。どうするな、ヤマト。お前ならまだ一発逆転の必殺奥義があるんだよな。わかってるじゃねえか、龍吾。その通りだ。おお、マジか。行ってみるもんだな。そうなんですか、ヤマトさん。
たか。秘密兵器の登場だな。はあ？未来が秘密兵器だと？なんで私なんですか、大和さん。私がこのメンツと一緒に戦うなんて。怖いのか。いえ、無茶面白そうです。面白そうって。どういうつもりだ、大和。こんな記憶を戦場に出すなんてよ。しかも秘密兵器とかよ。それだけ俺たちには余裕がないってことだ。雨の村雲で死にかけた時から俺には力が見えるようになった。力が見えるだと？未来の中にあるとてつもなくどでかい力を借りて戦うぜ。どういうことですか、大和さん。ええから、今は戦いに集中しろ。次が来るぞ。はい。ほう、カムーの機体か。そんな遺物がまだ残っていたとは。後悔するぞ、私を戦いに招き入れたことを。
ろそろ弱き者には退場を願おう。守ってくれたのはあの人。落ちたけど大丈夫だよね。未来パパ、なんで来たな。テル、このまま究極歌舞伎ファンクションを使うぞ。ああ、今なんて言った。じゃあおっ始めるぜ。究極歌舞伎ファンクション突き落とし、シーケンス開始。突き落としだと？そんなの聞いてねえ。究極歌舞伎ファンクション突き落とし、シーケンス開始します。雨の村雲から重力場発生、月へのハイパー牽引重力ビーム放出、月軌道への牽引ビーム放出、月をキャッチしました。月の誘導開始まで60秒。月落としって、まさか月を地上に落とすってことですか？そんなことをしたら地球が壊れますよ。知ったことかよ。どうせエルゼドにやられれば地球はなくなる。敵に渡すくらいなら玉砕するまでだ。正気ですか、ヤマトさん。そんなのダメです。やると言ったらやるんだ。俺を信じろ、小次郎、ユウゴ、やるんだ。ヤマト、血迷ったのか、ヤマト。何をする気だ。何が起こっているの？オルテガマザーベッシュ、バリアシステム起動。全員レベル6のショックに備えてください。ヤマト、あなたを信じます。未来、よく聞け。俺はこれから地球に月を落としてエルゼドを叩く。お前は自分の身を守れ。いいな。え、ヤマトさん、そんなの無茶です。そんなことをしたらこの地球は。これしか手はねえ。未来、俺を信じてくれ。地球は絶対に守ってみせる。地球を救え、ヤマト。お前と未来ならできる。月が軌道からそれ始めました。ローグからのターゲットエイミング信号確認。超巨大ムーンボム、攻撃目標エルゼド主力機体ムサシワイヤード。でも敵さんにこの名前ってやっぱり違和感あるね。実は今回私が考えたわけではないんです。え、どういうことだい。あの機体から地球の言語による暗号が信号として発せられているんです。暗号。はい、我が名はムサシワイヤード。地球の勇敢なる戦士に敬意を表し、この名を冠する。敵さんが名前を教えてくれたってことかい。でも戦術
ドローンが捉えた映像でも武蔵にお顔が似てますし、遊ばれてるってことかね。そんな奴らは一遍痛い目を見せてやらないとね。はい。ハイパー牽引重力ビームから月を切り離し、ローグのエイミングビームに誘導を切り替え、なんだと、テラー氏は何をしようとしている。まさか地球ごと自爆しようとでも言うのか。全機体退却、地球圏から離脱する。何、逃がさない。ギャー、全パワーバリアに集約。なんでこうなったの。戦って壊し合って全てなくなって、ヤマトさん、パパごめんね。私は誰も救えなかったよ。こうやって自分だけが生き残って、こんなの望んでなかった。もういいや、どうでもいい。私もこの宇宙の中に溶けて消えていく。それでいいんだ。未来、やっぱお前は俺の期待に応えてくれたな。未来、これがお前の力だ。みんなを救える力。思い出せ、未来、何が起こったのか。俺たちの一か八かの賭けを。未来の力？あの子の力はサイキックによる強力なディフェンスの力だ。今の俺には見えるぜ。ああ、おそらく雨の村雲の落下から地上を救ったのもその力だろうな。だがそれでもエルゼドの力は止められない。わかってる。未来の力はそれだけじゃなかったんだ。何？異星同士の力が宿した。あの子の本当の力は未来を見せてくれる力だ。なんだと？本人は意識していないが、周りの人間に未来を見せるんだ。明日の朝の朝食、誰かが訪ねてくること、嵐で車が横倒しになることも。まさか。僕は見たよ、エルゼドの大軍に地球が滅ぼされる未来。それは変わらない未来なのか。わからない。だけど一つだけ言えるのは、このままでは地球は宇宙から消える。おそらく地球を救えるのは未来しかいない。彼女の力しか。そういうことかよ。だったら地球を救う方法が一つだけあるぜ。エルゼドを叩ける究極歌舞伎ファンクションを思いついちまったぜ。突き落としですって。そんなことをすれば地球は。まあガチで月を落とせる仕組みは作るが、
最後まで実行するわけじゃない。どういうことですか？騙すんだよ、地球の全員とエルゼドを。これは？ミライ、そろそろ分かってきたか？今何が起こっているのか。これって、まさか。さあ、戻ろう。ミライ。戻ったか、未来。見えるか、今の状況が。お前のおかげでエルゼドはリーダー機一機だけとなり、バリアのために大きくパワーを消費している。今なら互角に戦えるぜ。何が起こった？幻覚を見せられていたのか。テラー氏より高次元であるはずの我々が。これが私の力なの？ああ、今回はお前自身も自分の世界に引き込まれちまったみたいだな。未来、お前には二つの星の血が流れている。その力は宇宙の可能性だ。お前ならきっと宇宙が一つになる架け橋となれる。さあやるぜ。敵は手ごわいが一気だ。叩き潰す。おう、やりましょう。さあ皆の衆、せっかめ手上がるなよ、テラーシュ。存在を守るために別の子が犠牲となる。合理性のない行動の矛盾。なぜそのような行動を取る。
それが互いのためにならぬことは考えればわかることだ。なのに貴様たちは限りなく愚かな種族だということか。お前は絶対許さない。真の力だというのか。エルゼドを超える力、これがまさか究極種の発言。おやめなさいアダム。介入を禁じていたはずですよ。エフィンロア様。アダム、あなたにはエルゼドの意志を再認識してもらう必要がありそうですね。我々の根源、かつて母なる星から始まった原種エルゼダルは多くの星に派生していきました。その中で必要な力を得て不必要な力を捨てる、そうした進化を繰り返し派生種が生まれました。ですが我らエルゼドはエルゼダルの正統継承者として純潔を守り続けてきたのです。誤った進化を遂げようとする異端を切り捨て正当なる血だけを受け継ぎました。故に派生種に介入し不用意に種と共鳴することを避けねばなりません。エフィンロア様、エルゼドはさらにそれを超えた存在、究極種への進化を望んでいたはずです。その足がかりが彼らにあることは明白。私がその力を導き出そうとしているのです。ですがあなたのやり方は極めて下劣。我々エルゼダルの尊厳を脅かしています。お言葉ですがエフィンロア様、我々はまだエルゼダルなのでしょうか。我々はすでに純血種エルゼダルではなくなっている。我々が探してきた進化の集団、究極種こそエルゼダルそのものなのではないですか。エルゼドは失った力を取り戻そうと必死なのではないですか。自らも派生種になり下がったことを認められずに。アダム、おやめなさい。もはや今の私には種の系譜などどうでもよいのです。私は自らの不可思議な苛立ちを解明するためにテラー氏との決着を望んでいる。エルゼドが宇宙を支配するべきかどうかなど我が前にある魅惑の扉の前では実に小さきこと。故に私は戦う、未知なる扉を開くために。聞くがよいテラー氏、私はお前たちを滅す。それを受け入れられぬというのならあがき乗り越えてみせるがいい。お前たちがどんなに強大だろうとこの地球は渡さねえ。語るならその資格を力によって示すがよいテラーシュ。
策なんだろう。でも機体のパワーはさらに上がってます。なんだこの数値は。未来行けるな。はい、ここでくじけたらパパに叱られちゃうから。だから私は諦めない。それだけ言えりゃ上等だ。行くぞ。エルゼドが失った純血、お前たちが究極種エルゼダルだというのなら、
人は愚かであるべきということなのか。守りたいものを守るために戦うだけだ。戦争に勝つためなんかじゃない。復讐のためでもない。守るべきもののために全力で戦う、それが俺たちだ。己よりも大切なものがあるとでも？ある。絶対に守りたいと思える。それはどんな力でも揺るがない心の奥底から湧き立つ思いだ。非合理的で愚かで混じり合うことを恐れぬ他を思い、認め、受け入れる、それがエルゼドが失ったものなのだな。やったのか。我々がエルゼドを退けた。長年の悲願が叶いましたね。これでシドルとこの星の本当の復興が始まります。南さん、見ていますか。未来は、僕たちの子は歩き始めましたよ。僕たちが守ったこの地球の明日への道を。パパ！パパ！あれだね。ああ、短い間だったが一生分幸せな気分だったぜ。うん、さよならヤマト。お前ならきっとやり遂げられる。頑張れよアーシム。うん、シドルを復興したらまた戻ってくるから。まあ、気長に待ってるよ。かつて人は一つの星で生まれた。そこで始まった奇跡は宇宙の星々にそれぞれの命を芽吹かせた。気が遠くなるような時の中で命はその形を変え受け継がれていく。消え果てる命、生まれ来る命、変化する命。それでも人は一つであろうとあがくのだ。